あ、もうすぐだ。はい、熊本、右に回るな。熊本県のブースに向かってます。しっかり、はい、わ、すごい、すごい、ね、超上手だとか、すごいね、あ、操作したいって。そうね、防災のハンドブックもありますよ、ぜひ皆さんね。ほら、熊本、熊本県このパネルね、パネルを見てください。はい、はい、はい、入れる。ダメです、どっちから入る。わからないな。はい、ちょっと遠くなったらできる。左の音が押しまって。入れました。はい、防災グッズが大事になりますので、はい、管理担当があちらなんですが、あら、はい、防災グッズ担当の方。これが大事ですか。はい、すべて大事です。食料、水、食料は大事ですね。すごい、最低3日分は備えておきます。ブースを見ていただきますと、あの、お水とかですね、非常食とかも体験できるようにお渡ししてます。非常食は今食べてどうするとね、あった。非常の時はどうするとね、しっかりね、何かあった時のための備えるものなんですね。いや、あの、やっぱリュックサック形式でですね。お、リュックサック形式。あらら、すぐに以来ですね。はい、すごいね。他はちゃんとヘルメットとかも入ってますね。あ、ここにしっかりね、非常持ち出し品と、はい、ちゃんと何を持ったらいいのかが書いてありますね。後ろにはほら、見て、ね、7月豪雨のパネルがあったりとかね、熊本の方ね、大変な思いした方たくさんいらっしゃるから、その分ね、備えて。熊本ちょっとね、こちらの熊本県のね、紹介させていただいてます。はーい、災害の時に活躍するものもね、また置いてあるみたいですので、ぜひ皆さんね、いろんなブース見ていただいて、はい、はい、もうブースが、これなんですか。そう、あ、今読んでますね。この辺が一番大事。あ、くまモン、どの辺が一番大事って、ちょっと、もう、あ、全部皆さん、ぜひしっかりね、こちらご覧いただけると。ぜひ、見てはいよーと。すごいね、このヘルメットと、これは何かな、あ、ライトもしっかり入ってる、ヘッド用のライト、そしてティッシュですね、あとは、ね、トイレに行きたくなった時の簡易トイレも入ってるし、運転もあるし、ヘルメットも興味ある。ヘルメットかぶっちゃう、耳にかぶる、頭にかぶる、いけるクマも。届きません。届きません。こう非常事態の時もくまモン用のヘルメットが入れとかんと、くまモンの防災バッグにはね。よいしょ。よいしょ。ダメか、誰かおられたね。